はい、どうも買取チャンネルです。今回は日露戦争凱旋完兵式記念切手について買取相場や概要を紹介していきたいと思います。この動画では前半に概要について、後半に買取相場について紹介していきます。日露戦争凱旋完兵式記念切手とは、1906年に発行された、日本で5番目に発行された記念切手で、日本が日露戦争に勝利して開催された陸軍凱旋完兵式を祝して発行された記念切手です。発行された額面の種類は 1.5 銭と3銭の2種類で、どちらも同じ図柄である陸軍の兵器がデザインされています。ただし図柄は同じでもインクの色が異なりますので、見分けることは簡単で、 1.5 銭切手は291万枚、3銭切手は108万枚発行されました。価値は発行枚数が少ない3銭の方が高い傾向にあります。そんな日露戦争凱旋完兵式記念切手の買取相場について紹介していきます。先に注意なんですけど、あくまでも買取業者による買取査定金額を想定した金額なので、通常の価値評価金額よりも低い金額となっています。日露戦争凱旋完兵式記念切手の買取相場は、投稿時点での取引事例を確認する限り、 1.5 銭は300円から3000円前後が買取相場の基準となってきます。そして3銭切手の買取相場は500円から5000円前後まで期待できるでしょう。日露戦争凱旋完兵式記念切手の買取相場については以上です。買取相場は状態によって大きく上下することから、正しい価値を素人が判断することは困難ですので、見つけた場合は専門家に無料査定の依頼をするなどして相談することをお勧めします。また切手は保管状態によって劣化する恐れがありますので、見つけた際には丁寧な保管を心がけるようにしましょう。最後に日露戦争凱旋完兵式記念切手をネットで売却することについての可否について紹介します。売却価格を言うと、買取に出すよりも自分で出品して売却した方が高い価格で売ることが可能です。では自分で売却した方がおすすめなのかというと、この切手は微妙なところです。その大きな理由というのが、ネット販売で必要な送料や手数料の存在です。コレクターアイテムというのは状態の判断が基本的に難しいので、正しい価値で出品できるかどうかという問題があります。当然下手な出品をすればトラブルに発展するような可能性もありますし、適正価格で売れなかった場合は手数料を考慮すると、結果として買取よりも利益が下がる可能性もあります。なのでネットでの出品方法を心得ていて、適正な情報を伝えた上で出品できる自信があれば自分で売却した方がいいと言えるんですけど、もし自信がなければ買取業者に依頼する方がおすすめと言えます。その点を考えた上でネットでの出品は検討するのがいいかなと思います。以上が日露戦争凱旋完兵式記念切手の概要や買取相場についてでした。この動画の情報は切手カタログやフリマやオークションサイト等における取引事例、スタンプ買取 .net という切手買取情報サイトを参考にさせてもらっています。情報サイトに関しては概要欄にリンクを貼っておきますので、他の切手についても知りたければそちらも参考にしてみてください。ここまでのご視聴誠にありがとうございました。